白いカフェオレ、濃いブドウ、濃いみかん、大人のシャドルネアイスの実は、江崎グリーコから発売されているシャーベット。1986年発売のロングセラー商品である。食べやすいよう一口大の球状になっているのが特徴で、味ごとに様々な色をしている。商品の開発にあたって、新しいアイスを社内工房し、一営業社員の奥さんのアイデアが採用され、丸い形状。 カラフルなカラーのアイスが実現した。2009年3月にリニューアルし、これまでの紙箱と内袋からアルミパウチへとパッケージを変更。その結果、同年4月から6月の出荷額は前年比2.7倍と大幅に伸びた。翌2010年には袋の上部左右両方に切れ目が入り、開け方が2通りから選べるようになった。2013年にはそれまでの 一袋に四種類の味が混ざっている構成から一袋に一つの味の構成に変更された。2013年時点では12個入りと6個入りの袋が6袋入ったマルチパックが発売されている。過去にはチョコレート、ミルクなどの味もあった。ラテスタイルと称するシリーズもあった。パウチ容器に入って食べやすくなりましたまんまる一口。アイス、アイスの実、江崎グリコ。 オリジナルの2016年3月5日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20160305024042/.http:/www.ezaki-glico.com/.release/.200903122。index。 HTML2010 年4月29日閲覧。加藤周平、懐かしのデザート、復権小さい頃、食べたことある。この CM のために制作された CG である。ありがとうございます。